透明カントリークラブは静岡県裾野市に所在するゴルフコースである。ゴルフダイジェストのグループ会社である透明観光開発株式会社が運営するコースである。本コースは1966年透明観光開発設立とともに造成が企画され、1968年7月に完成し、9月に開場した。造成当初から プロゴルフトーナメント開催を視野に入れており、1969年にゴルフダイジェスト社ゴールデンマッチを早くも開催、1971年からは男子プロゴルフトーナメントのゴルフダイジェストトーナメントを1997年まで開催した。歴代優勝者には尾崎正史、杉原照夫、村上隆中島恒ねなど名だたる顔ぶれが揃っている。 2003年からは日本女子プロゴルフ協会ツアー競技のスタンレーレディスゴルフトーナメントの開催コースとなっている。富士山を完全に仰ぐ丘陵地コース。勾配も緩やかでフェアウェイが広くゆったりプレーできるのが特色。本コースは合計27ホールあり、9ホールを3つのブロックに分けて、明日か、その、当園の3コースとしている。 なお、スタンデーレディスゴルフトーナメントで使用されるのは、そのコース、投園コースである。ありがとうございます。